ひよみさん、こんにちは。早かった。先日はありがとうございます。一番きよみさん早いね、打つの。私結構これいつもめっちゃ早い、すごい。私さ、なんかなんて言うんだろう、いつも言っていただくのは反応できるようになったんですけど、人のを見て多分入力するのできないと思う。みんなすごい。だからなんかさ、ちょっと悩んでる間にさ、横ちゃんこんばんは、話が進んでいっちゃうじゃん。その話に合わせるのがなかなかできない。なんか今日ね、ちゃんと9時ぴったりに始められそうとか思ったんだけれど、なんだっけ、今実は私の手元に愛用の MacBook がないんですよ。MacBook ね、今ねちょっと明日まで修理中なんですよ。直ってきてくれるといいんだけど。なので今ちょっとね、いつも MacBook とかにこの携帯の支えとかやってもらってたので、支えがないからね、なんかクラクラしてたらごめんなちゃいって感じなのよ。今日はすいません。はい、今日はお金の話をしようかなと思っててね。なんか八木さやちゃんの効果もあって、自分でビジネスやりたいっていう人もさ、すごい増えてきてさ、それはとってもいい、とっても楽しみが、生き方として、そうそう、生き方として楽しみ広がるなって、お金の話今日はと思っているんだけれど、なんかね、なんだろう、だからそのお金を回したいっていうのはすごく当たり前のことだし、今まではさ、やっぱり私46歳なんだけど、ほぼほぼなんかさ、学校教育で教えられるのってさ、サラリーマンになれとしかさ教えられないじゃん。お金の教育とさ、性の教育ってほとんど我々されてないのにさ、一番大事なのがお金と性っていうさ。お金と性と多分ね、コミュニケーションだよ。コミュニケーション、自分とのコミュニケーション、人とのコミュニケーションがさ、だ、心と意識の使い方と性と、お金の話を、お金の学びを全然しないままに社会に放り出されるなんて、そりゃあなんて言うんだろう、無力無能になって当然だよねと思う。だって一番そこ大事じゃん。お金って何なのかとかさ、お金ってどうやって稼いだらいいのかとかさ、お金ってどうやったら増えるのかとかさ、なんか性ってそもそも何なのかとかさ、性ってどうやってするのとかさ、性ってどんな種類があるのとかさ、うん、あと自分とのコミュニケーションはやっぱりさ、人とのコミュニケーションだからさ、自分ってどんな才能があって、どんな風に生きていったらよくって、なんかどんな風に社会に貢献したらいいのかみたいなのさ、なんで教えてくれないんだろうね。理科とかさ、数学とかさ、こう全然実社会に役に立たないことばっかり教えられるじゃん。ねって私は思うんですよ。なんかいらない教育ばっかりされるなってね、思います。はい、今日はお金の話。そう、自分でビジネスやりたいって思うのって、なんだろう、選択肢の一個だよね。でそれはすごいいいことなんだけど、やっぱりさ、雇用と違うのはさ、雇用ってさ、何に責任があるかっていうとさ、そこの場所にいる、その時間を、自分の持っている貴重な時間を、会社とかその職場の人たちに使うっていうことに責任をお渡ししてるんだよね。で、で自分でビジネスをするって何に責任を持ってるかっていうと、
自分を生きることに責任を持っているんだよ。うん、あの私はこれっていいと思っているよ、この商品私は好きだよ、これってとっても素晴らしいよ、きっとあなたも好きなんじゃないかなっていう私コミュニケーションが、自分ビジネスの基本なんだよね。うん、なんだけど、そうそうそう、なんだけど、なんでこの話をしようと思ったかっていうと、なんて言ったらいいのかな、自分でビジネスをしようとし始めるときに結構陥りやすい罠がやっぱいくつかあるなと思っててさ、その一つは、自分の好きとか自分が何をしたいか、何をしたいかだな、自分が何をしたいかを追いかけるんじゃなくてお金を追いかけるようになっちゃうんだよ。この違いがわかるかな。自分が何者で、自分は何のためにその仕事をしたいのか、どんな、人や社会への貢献をしたいのか、何を社会に伝えていきたいのか、何がしたいのか、私はっていうところを置いといて、あ、それが最優先、それが自分の軸じゃなくてお金を追いかけちゃうようになっちゃうんだよ。そう、お金を追いかけてると、自分が何をしたいのか薄くなっちゃう、ないわけじゃないんだよ、薄くなっちゃうからお金が集まんなくなっちゃうんだよ。だって、その自分でビジネスやってる人をみんながどう選んでるかっていうと、その人がとても魅力的で輝いていて好きかどうかで選んでるんだと思うの。うん、その人が輝いていなかったり、ブレブレだったり、なんかなんて言うんだろう、魅力的じゃなかったら、いくらその人がいい商品をたとえ持ってたとしてもその人にお金を払いたいと思わないと思うんだよ。うん、逆に言えば商品って二の次で、何を売ってるかって二の次で、その人がとても素敵で魅力的で輝いていて、ああいいなって思っちゃったら買っちゃうんだよ。そういう仕組みなの。うん、で商品はだから、自分が好きっていう風にこう感じられるって言えばいいのかな、相思相愛のもの、自分を表す一つのツールが商品、私だったら四柱推命とかセッションとかそういうものなだけであって、商品がいいから売れるわけじゃもうないんだよ決して。うん、だからなんかね、なんでこれ言ったかっていうと、だから優子さんは四柱推命だから売れるんですよねって、いや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 、四柱推命やってたって売れない鑑定士さんいっぱいいます。うん、そうだから、自分が、幸せか自分が魅力的かっていうのは、まあだから自分をちゃんと生きてたら魅力的に勝手になっちゃうんだけどね。で自分が輝いてるかっていう、それだけなんすよ。だから商品は二の次ですよ。だから商品でいろいろ言っちゃダメなのよ。もし自分を、自分が商品なの、自分が、私が商品なんだよ。だから、商品はただなるツールです。そう、ここがねやっぱり、ね、間違えちゃうと良くなくって、だからじゃあなんでそれを伝えたいか、なんで私がそれを伝えたいのかっていうところがすごく大切なんだよね。でね、なんでこの話をしたかっていうと、最近結構本当に、まあ、年末年始だからっていうのもあって、すごくそのお金の話をすごく聞かれることが増えたんだよね。で、年末年始どっから話してるかな。私ってさ、もともと、今占い師なんだけど、3年くらい前まで、占い師に転校するまでは、企業女性向けのビジネスコンサルをやってたのね。だから企業支援をやったのよ。だからまさに自分ビジネスをやってる人たちにどうやったら売れるかとか、ブログの書き方とか、キャッチコピーの作り方とか、そういうものをやってて、でも、一番最後の時とか6ヶ月50万円でやってました。うん、でグループコンサル開いて、マンツーマンのコンサル開いてって言って、もうお客様ではやっぱり私自身も
月収で100万円とか達成してたし、お客様でも達成される方がやっぱり何人か出てたっていう時代があったんだよね。でだからこそ、今すごい何人かの方に質問されたのが、その一回そのなん単価が高い高額商品って言えばいいのかな、だから私だったら6ヶ月50万円今でもね、表にはあんまり出してない、1年間に私は数回しか、出してないんだけれど、個人コンサルの年間コースがあって、それは、1年間50万円でやってるのね。でっていう商品はあるし、なんだろう、その鑑定士コースとかもそんなにお安くない、何十万円する、一生こう使っていける資格だからそれくらいのお値段はするんだけれども、協会に入ってるっていうのもあるしね、うん、だからまあ高いものは持ってるんだけれど、もうそうそう、なんでじゃあビジネスコンサル辞めたの、売れてた、売れてないわけじゃなかったから、なんで辞めたのって言ったら辛くなっちゃったんだよ自分と合わなくなって辛くなっちゃったの。なんかやっぱり私、自分でも自覚はあったんだけど、なんでその、お金の専門家をやってたかって、売れるための専門家をやってたかっていうと、やっぱりお金が稼げるよっていう商品は、人ってやっぱすごくお金と、あと次に興味があるのが男女関係って言われてて、お金と男女関係のものって売れやすいんだよだからそんだけ興味がある人が多いんだよね。だから売れやすいんだけど、そのお金を稼げるよっていう高額商品の場合、結構私がね、それが悪いって言ってるんじゃなくて、どういうふうに高い商品の場合お買い物を今してるかっていうと、私の場合はね、基本的に、もう単純明快で、欲しいか欲しくないかで選んでるの高いか安いかで選んでないんだよっていうところが、私の基準なんだけど、例えば今度、3月と4月に海外旅行行くんだけれど、お金があるから行くんじゃないんだよ私行きたいから行くのね。で、まあ、そのきっかけは、何月だ、先月に福岡と長崎には行ったんだけれど、その時にうわ日本狭っと思ったのやばもう飽きちゃったみたいな絶対海外がだと思っていて、でもその時には、その前の10月の時にもハワイに行くとは決めてあって、それも、まあ、頭金はあるけれど、なんかホテル代とこなんだ飛行機代はないっていう、ないけど、まあ、頭金半分3分の1くらいは出せるから、もういいやこれ行っちゃおうみたいななぜならどうしても行きたかったから、これをハワイに行かないでハワイに行った様子を見れた瞬間にもうめっちゃ嫉妬する、もうなんで行かなかったんだろうって絶対心から思っちゃうから、これは行こうって思っててでも4月にドバイって話が出てきて、もうどうしようみたいな、そんなハワイですらお金が足りてないのにドバイまでどうすんのみたいな、でも行くのやめたかったんだけど、もうこれ絶対行った方がいいやつだっていう自分の直感があって、で、まあ、ちょっとねお安くなるって話もあって、もうこれは行けだと思って、だからお金があるわけじゃないあるわけじゃないけど、もう行きたいか行きたくないかで、もう行きたいを選んじゃったって感じだったね。なんだけど、2つそれまでになんかどうしようかなって思うのが、まあ、お高いやつで8万円くらいのやつと、多分30万円から50万円くらい の稼げる系のやつと心の勉強の8万円っていうのを悩んだ時期があって、じゃあその30万円が50万円の稼げる系はなんでやらなかったかっていうと、結構理由があってね、一つはこれきだからね、そこのやっぱりその歌い文句みたいなのがさ、まあ、3ヶ月で月収100万円いけるようになりますみたいな、だ稼げるよっていうやつなんだけど、でやっぱみんなそこで多分引っかかるのが、本当に稼げるのかなっていう、私その30万円払って稼げるならいいけど、稼げなかったらどうしようって、いやそれ思うよねってやつなんだけど、で損をするとかそんなこと思っちゃダメっていうのあると思うんだけど、なんかさ
自分の中のなんて言うんだろう、うーんとここまでだったら払えるなっていうそれぞれの人の心、あのお金の器みたいのがあるんだよ。で私今、10万円ぐらいだったら軽く壊しちゃうのね池だみたいな感じで、どこら辺でね今ストッパーかかるかってやっぱり自分の月収と割合つながってるなって感じで、私今30万円くらいだったら、毎月稼げている、ずっとコンスタントで稼げてるから30万円くらいだとうーんってなるのね、うーんどうしようかなみたいな、うん、で50万円だとかなり本当に行きたいやつじゃないといかないって感じなの。だからそれぞれの人によってなんかこう楽に越せるラインと楽に越せないラインっていうのがあるから、まあ、そこの見極めっていうのをすごく大切にした方がいいなと思うのと、あとはそうあのさ、私さその四柱推命でいう運勢エネルギーが32なんだけど、この30付近くらいの人たちってもう欲が深いのね。だからじゃあ今しんどいから5万円にしようってさ、こう自分が本当は30万円のとこ行きたいのに5万円にこうグッてそのお金がないっていうのを理由にしてグッて下げるじゃないとすると、何が起きるかっていうと、欲しくなかったのに妥協して取るってことをやるんだよね。一番に欲しいのは30万円だったのに妥協して5万円を取るってやると結構後でもやるんだよね。それ本当は欲しくなかったから。これ結構洋服選びとかでもやっちゃってること多くて、なんかその1万円の洋服だとなんか周りの洋服に合わせやすいからとか、着ていく機会が増えそうだからとか、なんとなく似合ってそうな気がするから1万円で選ぶとかやってると、なんか似たような服ばっかりになるんだよで、だから本当に欲しい服で1万円なら全然いいんだけど、本当に欲しい服が30万円だったら30万円真剣に考えてみた方がいいと思う。本当に着たいのかなって言って、でで、なんでその30万円から50万円のその稼げる系のをやめたかっていうと、値段ももちろんあったんだけど、最後やっぱ違うなと思ったのが、なんだろう、やっぱり稼ぐって、20世紀型の稼ぐ理論って、不安とか焦りを煽り商法みたいのが結構多いのね。でやっぱり、人は、その不足、そのニーズって言えばいいのかな、足りないものを補ってあげると喜ばれるっていう、そういう原理はあるの、確かに、うん、なんだけれど、それを煽ったりとか焦らせたりとかするのでお金を得られるっていうところもあるからさ、やっぱりそれをなんか感じたんだよね。なんかこうみんなでハッピーにっていうんじゃなくて、そのベースに流れてる、なんかすごく深いところで流れてるのが、こう不安とか焦りをちょっとなんていうの、焚きつけるまでは言わないんだけど、そこをがチロチロと感じるなみたいなのを感じて、私これはちょっともう3年前にはやってたけど今はもうできないんだよなと思って、それでその人のことは、そのコンサルさんのことは好きだったんだけど、そのベースにはついていけないと思ってやめたっていうところを聞くって、であともう一個、その30万円とか50万円、自分ではちょっと50万円は今手に出しにくいんだけど、50万円のもし、やろうと思った瞬間に、何を考えるかっていうと、今ね実際に30万円くらいの1個買っていて、それを分割で払ってるんだけど、その分割ってさ、やっぱりさ縛りがあるじゃん、だから例えば35万円を12回で払いますって言ったらさ、まあ、10回としてもさ3万5000円をさ10回払わなくちゃいけないって計算になるじゃない。で3万5000円を10回ってさ、まあ、負担は負担なんだよ、そんなわーい軽々払いちゃうって感覚はない私は、うん、3万5000円うわ負担って思った瞬間に、この負担感を感じても、30万円35万円のこの口座を受けたいかなってすごい真剣に考え、でなんかでもこれ受けたらすごくなんか自分が幸せそうな感じがするんだよな、すごく今自分にとって必要な知識がするんだよなみたいな、3万5千円で払って、でもたとえ間違えたとしても、なんかそのやらなくてわけわかんないっていう後悔も、やってダメなのか
やってそれはダメだった選択だったのか、それともイエスだった選択なのか、そっちの方が見極めたいっていう思いが強かったら、あのアクセル踏むんですわ私は、っていう私は選び方をしてるのね。なんだけどこの前、あ、やっぱりそういう選び方もあるよなって思ったのが、そのドバイに行くそのやつでね、迷ってる方がいられて、でその迷ってる方が結局行かないっていう選択をしたんだけれど、その行かない理由が、まあ、手元にお金があったんだけれど迷っていたら、必要な、なんかどうしても払わなくちゃいけない先ができてしまって、そっちの方にお金が流れてしまいましたと。だから、今もう手元にお金がないんで今回は行きませんっていうすごく潔いあのメールが流れてきたんだけど、で、ああ、なんかそっか、私はだからお金がなくても行きたいか行きたくないかで選ぶタイプ本当に行きたいのっていう、自分のなんか、自分と向き合って決めるタイプなんだけれど、そうやって本当にお金がないから行きませんっていう選択もありなんだよなって思ったの。うん、何でもかんでもこのなんか、お金を基準にしない選び方がいいって思わないなって思ったんだよね。で、でこっちのなんて言うんだろう、お金を基準に選ばない、行きたかったら行く、行きたくなかったら行かない、お金があろうがなかろうがみたいな、その選び方でやっぱり一番出てきやすい問題って言えばいいのかな、出てきやすい周波数は、その今回だと、まあハワイだから、だってさ最近海外行ってない人がさ、ハワイにドバイってさ、まあ負担なんですよ1週間ずつよ、今まで、最長5日間よ家行ったの、それがさ1週間になっちゃうわけよ。しかもなんか1ヶ月おきみたいなさ、ハードスケジュールみたいな、お金も時間もなんかハードスケジュールでさ、やっぱなんかこうざわつくんだよね。でこのざわつきがなんかこうなんていうんだ、ちょっと前まで気づいてなかったんだけど、結構プレッシャーにもなってたんだなと思って、うん、だからなんかほらやっぱりさ、そのあの支払い続けるとかさ、やっぱ負担よ、うん、そのお金の器が広がってばとはいえ負担だなっていうのも感じたんだけど、まあ、でも確かにあのもう決めちゃうと行くって決めちゃうとお金の器はねガッて開くのよ。なぜかっていうと、いや行きたいじゃん、あの行きたくない、どうしようかなっていうんじゃなくて、行きたいから選んでるからさ、お金なくても選んでるからさ、もうなんかこういろいろなんて言うんだろうな、アイデアが出てくるって言えばいいのかな、あこういう風にやったらなんかなんて言うんでしょう、あの収入になるのかなみたいな。お金ってねどうやって手元に来るかっていうと、あのもうね本当にそうなんだけど、こう金脈があるんですよ、世の中の金脈があるの、世の中の社会の中の金脈があって、金脈に、金脈って要はね人の流れでもあるんだけれど、その人とか意識の流れでもあるんだけど、この意識の流れから自分っていうところまで水路を作んないとダメなんですよ、うん、でこの水路がメニューってやつなんだよ。だから私で言った四柱推命とかさ、うん、セッションとかになってるんだけれど、うん、でそれが今までだったらその四柱推命とセッションしかなかったのが、なんか、まあ、セクシャリティはねその前に作ってたからそうでもないんだけど、あのあれひょっとしたらこんなのもやったらみんなに喜ばれるんじゃないかなっていうアイデアがすごく湧きやすくなるんだよね、うん、だからでアイデアをで、それがねまたこう負担感が少ないと、純粋にもうワクワクしてやっちゃうとどん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 回転は良くなるのよだから本当おかげさまでね12月多分売り上げまだ計算してないけど上がってるんだよね。うん、なんでその話になっちゃったのか忘れちゃったんだけどさ、ああ、うん、高額商品っていう話をしてその話になったと思うんだけど、だからあそう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 、高額商品、高額商品でね、みんながだからそのちょっとお高いそのお金稼げる系のコンサルに私も受け、なんか何個も受けたことあるから分かるんだけど、どこが魅力的に感じてるかっていうところをちゃんと捉えた方がいいと思うよ。でね、結構多いのが、
短期間で稼げるっていうところに魅力を感じてる人が多いんじゃないかなと思って、3ヶ月で100万円稼げるとかさ、まあ、そういう事例の方もいっぱいいるからさ、でそれはそれで、方法としてあり。だってさ、短期間でお金稼げたら嬉しいじゃん、単純に。だからありなんだけど、まあ、そこにはやっぱりちゃんと、なんでそうなるのかっていうのがあって、だからその、一つにはだから、古い商法、20世紀型の商法だと、だから不安とか焦りが煽るっていうのもあるし、あとはよくありがちなのは大量行動を求められるっていうのが、まあ、ほぼほぼだと思うんだけど、だから今までやっぱりなんで稼げてないのかっていうと、一つの理由として、それが全てではないんだけれど、行動してないっていうことがあるんだよ。だから例えばブログ書いてない、 Facebook とか、なんかそういう自分はこういう思いでやってるんだよとか、こんなことがあったよっていうのを全くというか、あんまりというか、そういうなんて言うんでしょうね、アウトプットを全くやってないで、やってたとしてもすごくグレーでやってる感じがあるの。だから、さっきも言った通り、どういう人が売れるかっていうと、輝いてる人が売れるのよ。カラーがはっきり出てる人が売れてんの。うん、誰でもいい人って言えばいいのかな、なんか誰だかわからない人って言えばいいの、田中優子さんってこんな人って、なんかこれを見てくださってる方は多分伝えてくださるんじゃないかなと思うのね。なんかその人なりのでいいの。それがなんかよくわかんないなっていう、ブログを読んでても、この人何が言いたいんだろうとか、なんでこれをやってるんだろうとか、なんかこう感じ取れない内容を最初は書きがちなんだよ。なんでかっていうと、そういう自己主張をみんなしたことがあんまりないから。学校ではさ、なんかこう正解言えって言われるじゃない周り空気読めって言われるじゃない、自分の意見を言えってあんまり言われないからさ。だからなんか自分のなんでこれが好きなのか、どうしてこれが大切なのか、なんでこれをやりたいのかみたいな、その自分のあふれる思いみたいなのとかを、伝えられるようになるには、やっぱりとっても回数をこなさないと、やっぱそこのステージってなかなか行きにくいと思うんだよね。だから、その自分っていうカラーとか輪郭がはっきりするまで、ちょっと、そこをやっぱ回数こなしていけば、できるようにはだんだんなってくるんだけれど、やってないと、やってなかったり、最初のうちって言えばいいの、最初のうちは、まあ時間もかかるし、なんか外の周りの目は気になっちゃうしって感じで、そりゃ売れないよっていうだってカラー、あなたが誰だかよく分かんないし、カラーも分かんないし、思いがあまり伝わんないし、輝いてないもんっていう、ただそれだけなんだよね。でそれは今そうなわけであって、ずっとそうなわけではないんだよ。ここが大事で、で、そうだ、なんでこの話をしたかっていうと、その大量行動をしたから売れるわけでもないっていうところもまず一個あるんだよね。だってそのなんか、グレーのまんまで、グレーをさ100回出されてもグレーなんだよ赤を10回出された赤のがインパクト残るんだよ、だから、大量行動だけで売れるってで確実に言える保証はないんだよね。その SEO 対策って言って、そのニッチな隙間を取れればいいんだけれど、それもなかなかさ、なんか、ハマればいいんだけど、ハマらない場合もあるからさ、だからまあ探し続ければいいんだけど、でもそれっていつも追われる作業にもなるんだよね。でも赤っていう色を、自分の色を出せれば、赤ってインパクトあるから心に残るんだよねっていうところがあるっていうのと、あと次はその大量行動ってあんま女性向きじゃないなっていうのがあって、やっぱ女性って感性の生き物だし、ブレやすいからさ、同じ行動ずっとって飽きるんだよねで続けられないさ、私もだから飽きちゃうからさ、いつもテーマコロコロ変えてるしね。私はだから、回転を止めてないだけで、テーマはずっと変えてます、自分の心に従って。セクシャリティが、燃え上がってる時セクシャリティ書いてるし、ブログでもメルマガでも発信頻度すごい高いし、今は割と市中水明の方が盛り上がってるから、市中水明のインスタでプレゼントとかやってたしね。だから、私は
なんていうの、ブログとかアウトプットを止めてないだけで、ずっと回転させてるから、まあ、上手にもなるし色も出るしっていう、それだけなんだよね。うん、であとはさらにそこを、よりあの構築してるだけなのよ、いろいろ。さっき水路ってちょっと話が飛んじゃってね、申し訳ないんだけど、その金脈から自分のところにお金が流れてくる水路をちゃんと作ってるかいっていうのがあって、水路ってビジネス的にはなんかさ、こんないっぱいじゃんじゃん喋っちゃってみんながついてくるのか全然わかんないんだけど、ちょっと喋っとくと、ね、フロント、ミドル、バックエンドっていう商品って流れがあるんだよ。さ、最初からさ30万円とか買うの怖いじゃん最初ちょっと知り合いたいじゃん、その人と。うん、だから、最初さ、1000円とか3000円とか5000円とかだったらさ、払いやすいじゃん、会いやすいじゃん。だから、フロントっていうのは、まあ、1000円とか3000円とかの商品なんだよ。でミドルっていうのが、まあ、2万円とか数万円の商品でさ、でバックエンドっていうのが、こんな感じになってんの、水路、自分の中に流れてくる水路って、うん、あのお金の仕組みね。でこれをね、理解してない、分かってない、うん、人も結構多いんだなって思ったのね。いや、こういうなんかステップがないとお金はなかなか入ってこない。あの10万円ボンって出されてもさ、怖いじゃん知りたいじゃんその人、うん、知って安心してお金買いたい、あの買いたいじゃん。これはもう本当に基本、安心したいんですよ人は。うん、安心して買える仕組みを作りましょう。はい。で、次に、なんか私もう、そう、あのどこで楽をするかって考えるのってすごく大事なのね。だから、その高額商品、稼げるよっていう、その30万円とか50万円のビジネス系のそのやつであるのは、その3ヶ月で100万円とかさ、今から頑張って100万円とかもらえたら嬉しいよそりゃ。なんだけど結構きつそうだなって思うじゃん思うじゃん。だからそれでやれるならやればいいんだよ。大量行動得意とか、もう3ヶ月集中してやりたいっていうのやってみたら、そこそこ成果は出ると思う。なんだけれど、なんか結構そうだな、ゆっくりしたいなとかさ、家族とのペースとも合わせたいなとか思ってる人だと、そのすごいもう全部せなきゃダメだから、家族との時間とかさ、家事の時間とかも全部一旦全部置いといて3ヶ月集中ぐらいでやらないと、あのそういう0から1っていうのが一番難しいのね。ビジネス初心者さんが1に上るのすごい難しくって、だから30から50って割と簡単なんだよ。うん、なのね。だからその0ベースの人が100っていうのはかなり大変だから、もう全部捨てて3ヶ月集中するぐらいでやれるんだったらやったらいいと思う。だけどそうじゃないんだったら、おすすめなのがやっぱり、ゆっくりずっとやる意味合ってるのかな。だから、例えばさ、私、なんだろう、4年くらい前にその再独立した時に願ってたことが、1ヶ月35万円なんか入ってきたらいいなって言ってて、私本当に今だったら週1週間、まあ、今月ちょっと忙しかったけど、とはいえ午前も午後も仕事してるとかないのね。午前か午後かしか仕事してないし、5月から8月くらいまでって1週間に2回ぐらいしか仕事してなかったけど、それでもやっぱり毎月35万円は硬かったのね。それってでも、もう4年前再独立の時に心から願ったことだったね。35万円あれば経済的に自立できると思ったから。うん、だから35万円っていうのすごい、あの自覚としてあったのね。1ヶ月35万円欲しいっていう。そうだから、あの時の夢は今叶ってるんだよね。でもじゃあどうしてここまで来たかっていうと、単に辞めないでコツコツやってただけよっていうあの自分が輝くように、自分が行きたいことをやりたいことをその時その時にちゃんと明確にして、やめないでなんかその続けてきただけよ。うん、なんか本当それだけなんだよね。うん、なんかすごくシンプルなんだよね。それをなんかお金のためにやっちゃったりするとブレちゃうから、言葉にエネルギーが入らなくなるし、
うん、なんか人のためばっかりやってたらすごい疲れちゃうし、自分のペースでやんなきゃダメだし、自分の言葉じゃなければやっぱり人には響かないからさ、お客様がずっとついてくれるとかないんだよね。だから日々日々ちゃんと丁寧に生きて、その自分が溢れ出てきたものをブログとかインスタとかこうやって、やってるだけなんだよね。だから本当にシンプルなんだよ。あ、そうそう、ビジネスのもう一個言っとくと、やっぱちょっとブログだけだとね、ブログとかインスタだけだと、インスタはそうでもないのかな、ちょっと分かんないんだけど、ちょっと弱いところがあって、なんでかっていうと、自分からお客様に伝えるっていうステップがないからなんだよ。ブログってやっぱり見に行かないとさ、受け取れないじゃない。うん、でも LINE アットとかメルマガとかだと自分からお客様に直接言えるのね、ま、間違いないんだよ、うん、自分から乗り込めちゃうんだよ。だから、やっぱ攻めのツールと言われててね、メルマガとか LINE アットとかは。で、LINE アットとかメルマガとかみんなもやったらいいと思う。そしたらかなりビジネスは安定します。うん、単純、もうね、単純なの。で、お客様いないとかあるじゃん。私も思ったよ、最初。なんか、インスタライブやるときにさ、喋ってて誰も、今日ね、11人も見てくださってるんだけど、誰もいなかったらどうしようと思ったもん。うん。で、なんだけど、結構それも単純で、シンプルで、例えばこの前、インスタのみんなにね、その、プレゼントやるよって言ったじゃない？そしたら、3日間ぐらいで、20人弱くらい、LINE アド登録してくださる方が増えたのね。それってさ、すごいことだと思うの。もう、めっちゃありがたいなと思って。もうなんかさ、470くらいでずっと止まっててさ、500になったらなんか、やっぱ、ホクホクするんだよね。嬉しいんだよ、単純に。うん。なんか、数だけじゃないけど、やっぱ数増えると嬉しいじゃん。そう。だからさ、でもそれって何やったかっていうと、みんなの星を読んだだけなのよね。うん、でこれって別にみんなも何かできるんだと思う。今日お話しした人だったら、カードリーディングできるとか言ったら、カードリーディングだってさ、全然無料でさ、ピッて引いてピッてお答えすればいいだけじゃ、うん、全然なんかそんなに難しいことないんだよ。だからそこで何が起きてるかっていうと、私なんて大したことないとか、でもね、その大したことないからやめるってやってるとずっとやめなの。なぜかっていうと、ビジネスとか自分を生きるとか幸せになるってステージアップしていくんだよ。だから私はこの前自費出版やったんだけども、ね、のた打ちもあったんだよね。こんな私が本なんか出しちゃって、自費出版であれ本なんか出しちゃって売れるんだろうか、買ってくれる人いるんだろうかみたいな。結局ね、80くらい売れたんだよね。もうね、30売れなかったらどうしようとかね。思ってたもん。そんなもんよ。で、またこれがもし、なんか、商業出版を諦めてないから、商業出版しますとか言ったら、またへこむのよ。こんな私が、本なんか出しちゃってみたいな。いちいちね、だから、で、例えばさ、新幹線乗るときドキドキしてたのよ。長野から東京行くまで新幹線なんか乗っちゃってみたいな。で、新幹線今度、なんだ、北陸新幹線だけじゃなくて東海道新幹線よ、名古屋とかさ。2個目の新幹線乗るときまたこんな私が乗っちゃっててドキドキしてたし、飛行機に乗ったらこんな私が飛行機に乗っちゃってっていちいちドキドキしてんのよ。ホテルラウンジもそんなもん。だからいちいちドキドキするんですよ。だからその大したことないとか、なんか周りの人はすごいとか、私なんかできないとか、いちいち向き合うのよ。ずっとずっとずっと、だからそこと上手に向き合うっていうことが、スキルとして必要なだけで、ずっとです、ずっと自分とお付き合いです。だから上手にお付き合いできるようになるといいなって思うよ、うん、でそれをだから上手に付き合うっていうのを、そうやって構築していくっていうのを、どうやってやるかっていう、だからそうやって3ヶ月で短期でやってもいいし、で私はだから本当長期コースでやってるだけなのよね。うん。なんか、よくさ、直接関わらせてもらってお客様たちには言ってるんだけど、3ヶ月で、まあ、なったらいいよ。3ヶ月でその10万円アップとかってなったら嬉しいよ。だけど、今から今やってることをずっと続けてって、1年後には普通に10万円上がってそうな気がしないって言うと、するって言うんだよね。そう。だからそっちを信じればいいんだよ。で今からやれることをずっとコツ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 回してったら
絶対できるようになるからさ、うん、でそれもなんか信じられるんだよね自分が。無理のないその長期的な視野って、だって同じことをずっと続けてちょっとずつあのスキルアップしていけばいいんだもん、うん、でちょっとずつそのできることを増やしていけばいいんだもんね、LINE アット作るとかメルマガ作るとかちょっとずつ増やしていけばいいんだよ無理なく。だったらね結構みんなできちゃうんだけどねっていう、うん、でそれをまたその一人でやるか、それとも次のことを教えてくれる人とお金を払いながらやるかっていう、そこだけなんだよね。うんだよだよ。はい、なんか喋りたいこと喋りきりました。今日の質問があったらどうぞ。なんかすごいあのなんて言うんだろう、脈略なくって言えばいいのかな。さちこちゃんありがとう。脈略なく、脈略がないわけではないけれど、ちゃんと伝わってんのかどうかはわからん。でも。なんか質問ない？今日の内容でお金とビジネスについて。自分次第です。でもう自分が、どこのルートを歩きたいかだけだよ。どんな風に成功していったら自分が幸せかなっていう。だから短期決戦でももちろんいいし、私は結構ちょっと短期決戦もやったのね。やって、それは私にはしんどいっていう結論に達して、今でもねちょっとね体力行動しようと思うとねグッて負荷かかるもんね。あの体が覚えちゃったって感じで、だからあんまり私は、あえて体力行動はしなくて、もう自分が幸せで平和であるっていうベースでプラスアルファぐらいでしか仕事はしない。その方が私が楽しいからって感じなんだけど、なんかあるかい？なんか今日の内容ってみんなついてこれた？ついてこれましたかね？自分の中では、あそう、私ねだから今ね今日パソコンなくてさ、パソコン今あの修理工場行っちゃったからさ、だからあの今日の内容をまず喋っとこうと思って、書けないからさすがに携帯で書くのつらいから、高額商品をどう生み出そうか悩んでます。あー単純。レベルを、高額商品はレベルを上げるか、だから例えば、陽子ちゃんの場合だったら、セッション、3ヶ月コース、講師養成講座みたいな。そんなもんよ。そんなもんです。要は、一回一個っきりのセッションってさ、なんだ？効果出ないじゃん。忘れるじゃん、みんな。だから、3回セットにしたら、高くなるじゃん。当たり前だけど。3000円が3回セットになったら、9000円？で、6回セットになったら、サブ68、1万8000円。みたいな。で、それを、そのセッションを学びたいって言ったら、講座になっちゃうから、3万円とか5万円とか、なるよねみたいな、感じです。もう、何にも難しいことがない。結構そこで難しいのが、そのお金を受け取るって、だから、そんな資格私にあるんだろうかみたいな。3ヶ月この人と関わる資格あるんだろうか、この人に教える資格私あるんだろうかって、そこが一番問題なだけ。だから作るのはもうセオリーしかありません。なんだろう、なんか違うことやってる人って多分そんないないと思うよ。はい、他にはそうだな、そう、受け取るとこだけそこは踏ん張りです。受け取るって決めて、もうね慣れるしかない。もうそこはね慣れです。
だからなんか、高額商品作るのが悪いっていうわけじゃなくて、だそれも人それぞれなんだけど、短期決戦で、もう受け取りたいから受け取るって言って十何万の商品ボンって作るのもいいし、いやーちょっともうしんどいわーと思ったら刻んじゃえばいいのよ。3万、5万、8万、10万、12万って。ちょっとずつレベルアップ。好き好きです。お金受け取るのは怖いから結構踏ん張るよ。ほとんどの人が踏ん張るんじゃないかな。お金欲しい欲しいって言ったって受け取れる人ってかなりもう自己肯定感がある人じゃないと受け取れないんじゃないかな。だからみんなさ、最初にさ、なんか自分のセッションってさ、お高くつけられないじゃん。なんか例えばさ、なんか2万円で売ってもいいよとか言われてもさ、最初から2万円ボンってやってる人ってさ、もうこう自分でビジネスやってて慣れてる人はやれるかもしれないけど、やりにくいっていう人の方が多いんじゃないかな。なんか教会とかで制約がなかったら私は刻む方がいいと思うんだよね、今は特に。その方が、なんか踏ん張る恐怖で固まるとさ、まずもうなんかその挙動不審になるんだよ。 自分自信がないから、だからものすごい頑張っちゃうのね。なんて言うんだろう、頑張って売るみたいな。だからなんかさ、こう売り込みっていうのが働くんだと思うんだけどさ、基本的にはさ、だって、自分がいいなと思ってるものをみんな勧めてるんだと思うのね。で、自分が本当にこれ好きだな、いいなって思ってるものを、多分きっとこの人にも向いてるんだろうなと思って、私の場合は、基本、だからそこになんか無理をつけたくない、自分にも嘘をつきたくないから、誰かにこうおすすめするときは、善意って言えばいいのかな、いや、あなたに向いてると思うよっていう視点でおすすめしてる。からなんかで、別に断られても、じゃあ、何て言うんだろう、私が悪いとかさ、このお金が高かったからとか、そういうの全然なくて、タイミングじゃなかったんだね、終わりみたいな。っていう感じ。ゼロから一応、結構ね、みんなね、自分でね、自分のことやれないとか思ってるだけでね、やれることいっぱいあるよ。マリコさんは多分今まで自分がやってきた、仕事とか好きなこととか得意なことに、ね、多分全部棚卸ししてみたらいいよ。四柱推命とかでも分かったりするけれど、単純に今四柱推命なんかつかなくても、今までやってきた仕事だったり好きだったり得意だって褒められたりしたことかな、人に褒められたこととか全部書き出してみて、その中で何て言うんだろう、自分が力入りそうなこととか、よく褒められることとかを、なんかやってみたらいいんだよね。本当なんかね、やらないとわからない。 やってみて、だからそこで間違いじゃないんだけどね、何て言うんだろう、やらないとわからないから、やってみて違かったら、違かったんだなで終わり。なんかそこに別になんか誰かが悪いとか、あなたが悪いとか、私が悪いとか、そんな全然なくて、違かったんだ、終わりで、また新しいことやってみて、これなんか進んできたって言ったらやり続ければいいんだよね。っていう感じなんだよね。棚卸し、自分の売り、幸子ちゃんなんかいっぱいあるんじゃないの？ いっぱいありそうだよ、売り。売りがない人なんていないよ。いないよ。絶対いない。それを、でもね、そうね、こんな感じだな。多分これからの時代って、売りだけでは売れないんだよ。さっきも言ったけど、そこに自分っていうカラーが必要なんだよ。だからさっきも言った通り、例えば私の売りは、喋ることもそれなりに好きだし、聞くこともそれなりにできると思う。
けど聞ける人もカウンセラーさんなんて腐るほどいるしさ、喋れる人も腐るほどいるじゃない。そんなのになんでみんなが私のことを選んできてくれるのかなって思うと、なんかそこに私のカラーが入ってるんだよね。ただ市中水明喋るだけとか、ただこのビジネスの話をするだけじゃない、何かカラーが入ってるんだと思うんだけど、だから例えば市中水明だとよく言われるのが面白いって言われるのね。面白く喋ろうと思ってないんだけどさなんかこれもだから多分素直に毎日自分を生きてたら素直に喋れるから、多分みんなが隠してる本音は私喋ってるんだと思うんだよ。だから面白いって思うんだと思うね。私ね、普通に面白く喋ろうっていう気がないんだよ。で、お金の話で言ったらやっぱりこれは挑戦の数が、みんなに伝えられるものを増やしてるだけで、それだけやっぱり、4年間数やってきたからなっていう、それだけじゃあやってない人は何がじゃあダメなのかっていうか、そうじゃなくて、だからなんか例えばだけどね、私の中に、私田中裕子の中に見える、この人なんかいいなって思ってるところとか、なんかこの人こんなとこやってて悔しいなとか思うところをが、それがすごい自分へのヒントにはなってると、そこを自分でも持ってるから、それを毎日尖らせていったらいいと思うよ。だから、ゆこさんみたいに面白いこと言うの好きって言うんだったら、もう本音をちゃんと言えるようになるってことだよね、日々日々、ごまかさずとか、っていう感じ。だから、売りをまず見つけるっていうことと、自分のカラーをしっかり日々の生活で尖らせていくって言えばいいのかな、カラーを出していくって言えばいいんだろうね。自分らしさを出していく。自分を生きてたら勝手に自分らしさ出るんだけどさ、私面白く言おうとか思ったことないからね、っていう感じだよ。なんか他に質問ありますか？なかったら終わりだよ。ないなら今日ね、そう1週間よもぎ虫やってるんですよ。一昨日やってなかったけど、ほぼほぼ1週間毎日やってて、今日もさっきまでやってたら眠いです。金脈は決めたら開くのか、それはすごいいい質問だね。決めたら開くのはあります。決めないと開かないのもあります。ただやっぱこれすごく意識状態が絡んでて、表面的に決めてもダメなんだよね。じゃあ深いところで決められたらいいのかっていうと、じゃあ深いところで決められてるかどうかって分からなかったりするじゃない。でそこにだから私なんかとかね、不安が強いとお金流れてこない。だからやっぱり、ちょっとおすすめなのはやっぱり自分とちゃんと向き合って決めるっていうことが一番大事だと思う本当にやりたかったらやっぱりそのハイジャンプであってもやり遂げるよね、きっと。特にエネルギッシュ系の人たちは30とか30近くある人たちはやりきれると思うな。だけどまあどちらかっていうとおすすめなのはやっぱ負荷がない方がやりやすいからおすすめかなっていう気はする。徐々にステップアップできるなって感じがしますけど、 Facebook の友達いやしてない。私基本的に Facebook は、メッセージ付きのやつじゃないと、OK 出してないです。Facebook で一回なんだっけ、その無料プレゼントっていうのをやった時があって、その時になんかこう申請してくださった方は許可をしてたりするけど、普段はメッセージついてないものは全く許可してないので、申請許可してない人数が何百人っていますでもそれもなんかなんて言うんだろう、それ気にならないんだったらいいと思うんだよね。お友達とかでもさ、すごいもう何千人とかいる方とかいてさ、気にならないんだったらいいと思う。私気に、なんかもうおはようおじさんって昔いたんだけどさ、今でもいいのか分かんないけどさ、毎日おはようって言ってくるのがなんかもう返事するのに結構鬱陶しいタ
タイプになっちゃうの。好きな人に返事するのいくらでもできるんだけど、おはようだけ言われるとなんかもううせえよって思っちゃうから、そういう短期なタイプなので、人は選んでます。はい、なんか何でもいいよ、お金と仕事のことで。質問がある方質問して、ないなら終わりだよ。多分ね、人生の生き方ってね、決めないと何も開かないんだよね。はい、なんかありがとうございましたって来たから、丸ママさん今日はありがとうございました。こちらこそ。なければ終わりにしたいと思います。ビジネスとかお金の話も好きだよ。なのでこれからはちょいちょいしていくのかな。そういう動画も作っていけたらいいかな。結構ね、みんなが思ってるより単純だし、自分を生きてたら仕事ちゃんとできますできるできる、ちゃんとお金もらえる人になるよ。うん、マリコさんも全然大丈夫、01だし、なんか1が見えてきたら、1見えた時点でなんかちゃんと学ぶとかやっても全然 OK。 なんか何にもなんか学んでないから何もできないとか、そういうの全然ない。そう、なんかね、よく言われるのが資格がないから何もできませんってね、あれ本当嘘だから。資格あっても何もやってない人いっぱいいるから。本当、幸子さんよかった。はい、うん、もうなんかみんなで育っていこうよ。うん、でなんか私がやっぱりなんかお金をいただきたいなと思うのは、継続してなんか身近でずっとつながっていくっていうところでお金をもらいたいと思うんだけど、なんかもう情報でお金をもらいたいってあんまり思わないんだよね。だってもう情報なんて本当腐るほどあるからさ。だから情報は本当みんなで共有して、使えるところは自分で使ってもらってっていうのが理想かなって今のところ思ってます。うん、資格はこだわってもいいけど、なんだろう、資格で足かせにしないことだね。資格がないからできないっていうのは嘘だから資格がなくたってお金稼いでる人いっぱいいるから年齢も関係ない、はい、そんな感じです。うん、お金の話はまたしよう。なんかさ、そう、聞いてくれると結構引き出しはいっぱいあるんだけど、聞いてくんないと、わっ、もう1時間喋っちゃう、もう私って恐ろしい。はい、また今日も1時間コースでした。皆さん目覚めた、ありがとうございました。おやすみなさい。